関白豊臣秀吉の軍が20万近い兵を率いてここ関東に向かっとるらしい。潰したいのは天魔王だろう。天魔王を止める。俺はそのためにここに来た。無敵の鎧に身を包み、この世を再び戦乱に戻そうとしている男、それが天魔王だ。地獄の豪華となって燃え盛る身の程を知れ。ドクロと2万人相手にどう戦うつもりだ。お前たちを皆殺しにする。天魔王は戦わなきゃ生き残れねえんだ。ドクロ城攻めだ。電光石火の手のひら返し。どうやらこの天才艦鉄斎の心に火がついたようだ。てめえがどこだと思ってる連中の力見せてやろうじゃねえか。行くぞ。君死にたもうことなかれ。闇夜に浮かぶ美しき月は悲しき運命までも照らし出すのか。君死にたもうこれがあんたの盾になる。バカ野郎。浮き輪の霧も昔のエリスもさんざろ変わる。ドクロ城の7人、上弦の月。